皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのはアメリカが初めて発行した純金貨、つまり金だけでできた金貨になります。バッファロー金貨1オンスになります。こちらですね。このバッファロー、まあいわゆる先住民のインディアンを表面にデザインし、かつ裏はバッファローが描かれているという金貨になりますけども、こちら実は2006年から発行が開始されております。まあアメリカが発行した初めての純粋な全部金でできる、純金でできる金貨ということで、結構集めてる方も多くいらっしゃると思います。こちら私が持ってるものは、まあ単純に NGC のグレードのものになるんですけども、ただ PF70 ウルトラカメオで、ファーストイヤーオブイシューということで、まあ最初の年ですよという発行のラベルがついているものになります。まあ純金ですので、30g の金と考えれば、まあそんなもんかなという金額にはなるんですけども、一応若干は付加価値がついています。実際ですね、この70評価のものというのは、NGC の方で 16,805 枚ありますので、まあ、正直価値としてはそんな高いものではないです。しかも70の評価のもので$2,750ですから、まあそう高いものではないんだけども、ただ、やっぱり純金の金価格に比べれば、プラスアルファの価値がついているというものになっていますね。これ純金ですから、当然売却するときにも簡単にというか売りやすいっていうのもあるし、あとアメリカの金貨って結構人気ありますのでね、どこ行ってもね。だからまあこういうのをこの NGC との鑑定のフォルダに入れてね、ずっと集めていくっていうのは、まあこれは収集家としては当然あっていいと思います。まあただそんなにすごい価値が高まるものではありませんけども、資産の保全という観点とか、もしくは金が好きであれば毎年集めて楽しむとかね、まあ年号入りますのでね、結構それ楽しみに持つ方もいらっしゃると思いますから、こういったものを集めていくのもいいと思います。もちろんもっと高額なものを1枚買うって方法もありますが、やっぱりデザインを楽しむっていうところもあっていいと思いますので、そういう観点から金貨を収集していくっていうのはあっていいんじゃないかと思いますね。はい、今回は2006年から発行されていますアメリカのバッファロー金貨ですね。こちらについてご紹介してきました。またね、ぜひどんどん出していきますのでね、楽しみに待っていてください。